この日は12月26日、ビームくん15回目の誕生日でございます。今回もですね、黒いママさんやファンの方からたくさんプレゼントをいただきました。ありがとうございます。ビームくん来なくていい、来なくていい。ということでですね、今回はいただいたプレゼントを紹介しながらビームくんの誕生日を祝いたいと思います。まずはこちらのプレゼント。にゅーんと回しますと、はい、こちらですね、プレゼントボックス型のお家になっております。早速ビームくんを入れてみました。ビームさん、どうですか？若干新しい絵に戸惑っております。それではその他一気にいきましょう。せーの、大量でございます。ちょっとね、入りきらないんで一部を紹介したいと思います。ちょっとビームくん一回出てもらおうか。バラレしてます。まずはね、こちらのブランケット、食卓テーブルをデザインしたブランケットです。めちゃくちゃいい手触りです。そしてこちらはケーキ柄のブランケット、かわいいですね。それからですね、はい、こちらはですね、フードの詰め合わせたくさん入ってて重いです。じゃあ中身の方を見てみましょう。さすがビームくん、何が入ってるかわかるみたいです。まずはビームくんの大好物リモナイトで、こちらがヨーグルト味のタブレット、高級食材タイスティックで、こちらは前にも紹介しましたリキューのおやつ、今回はレバーですね。おっとビームくん、これには反応しております。豪華金箔入りワンワンカップ、こちらはですね、別のファンの方からもいただきました。祝15歳っていうね、のし紙付きでございます。あとこちらは何でしょうか。おっと、ワンちゃん用のおせちでした。あとね、これこの大きいの、皆さんも気になってるかと思いますけども、なんかジブリ映画に出てきそうです。これね、実はドンとチョココロネ型の寝袋でございます。すごいでしょう。ほーらビームくん、あったかくて気持ちいいね。はい、そしてこちらはケーキです。やはりビームくん、食べ物だとわかるようです。はい、それじゃあね、早速開けてみたいと思います。これすごいでしょう。てかビームくんそっくり。このね、鼻の膨らみ方といい、ベロの出し方といい、ほんとビームくんそっくりです。ちょっとね、興奮しすぎてビームくんと一緒に写真撮るのを忘れてしまいました。ということで今回の献立は金箔入りワンカップ、そしてケーキ、食事制限もあるんでね、ちょっとにしました。ケーキに乗っかってたビスケットで、ミートボールとポテトサラダです。豪華でございます。はい、じゃあねビームくん、ハッピーバースデー終わってからね。まだだよ、まだだよビームくん。おい、まだだよ、まだだよ、まだ食べちゃダメだよ。はい、ビームさん、お利口に待ちましょうね。ピッ、食い上がりました。まあ過去にね、一回も乾燥したことがないんでいいでしょう。ビームくん食べるの早いね。もう2個目のミートボールです。これビームくん、これケーキ、ケーキのクリームだよこれ。舐めております。ケツを向けるな、ケツを。はい、ビームくん味を知りましたね。ケーキのクリームを必死に舐めております。もうね、ワンちゃん用なので安心ですね。ビームくん、いい誕生日になってよかったね。ほんと幸せな犬ですよ。ビームさん、聞いてる？まあ、聞いてるわけがないわ。ただいまビームくん、ポテサラを堪能中でございます。そしてまたケーキを食うビームくん。ビームさん、美味しいですか？はい、ということで今回の動画はビームくん15歳の誕生日をお送りいたしました。本当にね、黒いママさん、そしてビームファンさん、ありがとうございます。ビームさん、おい、ビームさん、このアホラニアンは一体何をしてるんでしょうか。まさか早速内装工事じゃないでしょうね。
あ、ビームさんね、そういえばその寝袋ね、娘たちが狙ってましたよ。あ、まさかビームさん、もしかしてマーキングしてました。ビームさん、今度は何をしてらっしゃるんでしょうか。はい、ということでね、今回の動画が今年最後の動画になっております。相変わらずのビームくんですが、来年も元気にお会いしたいと思います。それでは皆様、良いお年を。ビームさん、早速なんか掘っております。いやー、さ、そこのクッションね、ちゃんとブランケット巻いたのさ。ちょっと、どうやら自分なりに、休んでんのかい。ちょっと、ビームさん、しばしの休憩らしいです。はい、じゃあ落ち着いたかな。うん、ね。また掘り出した。ビームくん、ちょっと、せっかく巻いたんだからさ、まあもう好きにしていいですよ。うん。はい、落ち着いたようです。それでは、また来年。